まあ、本当はこういうナイロンのアコースティックギターはマイク1本でっていうのが一番いいんですけども、でもやっぱりその自分でモニターしたりとか、あとはライブ会場で他にこう楽器がいる時とか、まあ、やっぱりそのアコースティックアンプっていうものをこう 使うことが一番自分が気持ちよく演奏できる。でその中でもこのシリーズは僕気に入っていて、あのこれは前のモデルの時から使用していて、これは新しいモデルなんですけども、さらにちょっと大きくなって、なんか非常にナチュラルなあの音がして、でそのスーパーハイもここで調節できて、結構これちょっと回すとこういう本当に高いこういう音を拾う、あのもっとキラキラ、僕は結構マリ音が好きだから、あのこれはほとんどあのもう少ししか使ってないんですけど、はい。でやっぱりこのアンプはアコースティックとエレキも両方させたりするので、もう本当に狭い場所というか、アンプが普段エレキ用のアンプ、アコースティック用のアンプが置けない時とかも、これ1台で、アコギとエレキを挿して使用することもあります。よくライブではこっちの下の段にナイロンアコースティックを入れて、で上の方のこれは普通マイクとかに使うチャンネルなんですけど、これを今エレキの方に入れている。だから意外とこのギターのナイロンのギターのセッティングだとマイクの方に入れるよりも下の方に入れた方がいい感じにローが出るので、はい、ローが出る方にアコースティック入れて、でそのマイクのりがマイクとかを入れる方にエレキを入れてるっていう、なんか非常になんかアコースティックっぽい響きというか、はい、普通のああいうエレキ用のアンプよりももうちょっとあのフラットな感じですね。ああいう中域の強いそのボーンっていうのは出ないんですけど、ただやっぱり上と下は非常にこのあの出やすいというか、だからなんかすごくソロギターの時とかもとか、あと小編成の時とかもこれ1台でやっちゃうことも結構あります、ライブでは。はい、このアンプは本当にそのまあ、アコースティックギターをこうつないだ時の相性がすごい良くて、どのアコースティックアンプとも違う特性を持っているので、何か今まで使ってたのよりもっとこうなった方がいいのになとか、何かこう違うものを求めてる人にはぜひとも一回試してもらいたいアンプで、はい、僕の周りのミュージシャンたちもこのアンプを使ったらやっぱりすごいいいっていうふうに言ってゲットしたミュージシャンもあの何人もいるぐらいあの素晴らしいアンプなので、はい、ぜひとも試してみてください。
はそのさっき弾いた大きい方のマークアコースティックアンプと比べまして、まず非常にシンプルになっています。このつまみももうほんとシンプルにマスターボリューム、そしてベース、ミドル、トレフルで、あとリバーブも一種類なので、使い方は非常にシンプルということです。はい。で、音はもう全てがこうここに凝縮されてる感じなので、いい意味のこうこじんまり感というか、その感じがまたたまらないっていう人には、いいアンプだと思います。そのふわーんって広がってるっていうよりは、もう本当にギターのこう一つのこうギター楽器と一緒にこう出ていくような、なんかそういう感じなので、ボリュームを本当にギリギリまでこう下げたってさりげなくこう、そういう風に弾くと、まあ、本当に生っぽい感じ、生にちょっとプラスアルファしてる感じにもなるし、また持ち運びも便利だから、本当にこういうちっちゃい少人数のライブではもう威力を発揮すると思います。はい。このマークアコースティック AC801P にエレキを入れてみました。これが意外と良くて、何が良いかというと、まずこの大きさの中に全部低音も高音もその凝縮されてる感じなので、特にこういう箱の部屋鳴りがするような空間ではもう本当に低音がいい感じで響いて、もうこれで十分なんじゃないかというふうになります。はい。あとはアコースティック感もやっぱりすごいあるし、意外とこれはこうフルアコとかそのエレキギターでもちょっとこうエレキ用のアンプよりもよりなんていうんですか、クリアで澄んだ空気感がこう出るような、アンプだと思います。そのマークアコースティック全般に言えることなんですけども、まあ、とにかくその低音が素晴らしくて、やっぱりそのマークベースというこうところが大元にあって作ってるからなのか、なんかそのアコースティックの響きがすごく豊かにナチュラルに出てくるアンプなので、でこの小さいのもこう小さいところからこうドーンってこうなんか世界がこう広がっていくような、なんか今までやっぱり感じたことのないアンプだなと思うので、はい、ぜひとも一回試してみて、自分にフィットするかどうかっていうものをぜひとも試してもらいたいですね。